ステファヌ・ダルマは、フランスジュエレトゥール出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは MF。LB 社東流ユース出身で、1998年に同チームでプロデビュー。デビュー1年目にして18歳とは思えないテクニックと潜在能力を披露すると、同年夏には早くも3500万フランという、高額内積金がつき、RC ランスへと移籍した。 さらに1999年には、オリンピックマルセイユと異例の8年契約を結んで、再び話題となったが、目立った活躍はなくわずか1年でパリ・サンジェルマン、FC へと放出された。2000年、イタリアの強豪、インテル・ミラノへと移籍。インテルでは度重なる怪我と、選手層の厚さから、出場機会に恵まれず、2度のレンタル移籍を経験。2005年には活躍の場を求めて、 スペインのラシン・サンタンデール遺跡。しかしラシンでもインパクトを残せず、2006年8月14日に FC ジロンダン・ボルドーに遺跡して母国へ復帰。しかしボルドーでも満足のいく結果は得られなかった。2007年7月27日に FC 訴訟へ遺跡。訴訟ではポジションを確保し、司令塔として復活。チームの攻撃を支えた。 2010年7月18日、スタッド・レンヌへ移籍。また、2012年7月にニームオリンピックへと加入するも、新シーズンを迎える前に現役を退くことを表明した。弟のウィルフレド・ダルマもサッカー選手であり、ラシンでは共にプレーした。元フランス U-21 代表であるが、A 代表における出場経験はない。ありがとうございます。